7時2分発通勤特急らくらく播磨号大阪行きは1番乗り場から発車します。列車は6両で到着します。前から6号車5号車の順で、1番後ろが1号車です。自由席は2号車3号車、指定席は1号車4号車5号車6号車グリーン車は1号車です。らくらく播磨と表示した足元表示各号車のところでお待ちください。らくらく播磨 Departing at 7:02 Bound for Osaka will be leaving from track 1. This train consists of 6 cars. Car 6 is the front of the train and car 1 is the end.Cars 2 and 3 are non-reserved. Cars 1, 4, 5, and 6 are reserved. Car 1 is the green car for passengers holding green car seat reservations.お待たせいたしました。一番乗り場に7時2分発通勤特急らくらく播磨号大阪行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。はい、一番乗り場ご注意ください。通勤特急らくらく播磨号大阪行きが到着いたします。三宮を出ますと次は終点の大阪です。ご乗車には乗車券のほかに特急券が必要です。自由席は3号車と2号車です。一番後ろ1号車はグリーン車と女性専用車となっております。ご注意ください。おはようございます。三宮です。お忘れ物ないようにください。通勤特急らくらく播磨号大阪行きです。次の停車駅は大阪です。西明石を出ますと加古川終点の姫路に停車をいたします。お待たせいたしました。2番乗り場に19時48分発通勤特急らくらく播磨号姫路行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。2番乗り場ご注意ください。電車が到着しております。大変危険ですので黄色い点字ブロックの内側まで下がってお待ちください。到着の列車は19時48分発特急らくらく播磨姫路行きです。西明石、ご乗車ありがとうございました。西明石です。車内にお忘れ物なさいませんようご注意ください。足元にご注意ください。この列車は特急らくらく播磨姫路行きです。西明石を出ますと加古川終点の姫路に停車をいたします。2番乗り場から特急らくらく播磨姫路行き発車をいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。